Video Diary July the 2nd, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. Video 日誌2023年7月2日、林博史です。おはようございます。昨日ですけども、ビデオ Diary を発行しましたが、途中で音声が消えてしまっていました。で、今朝ですね、昨日作ったビデオダイリーでですね、音が消えた部分のその後の部分をですね、もう一度、話し直してみることにしました。ということはですね、つまり今日のビデオダイリーはですね、2023年7月1日のビデオダイリーの修正版ということになります。ですから、前半部、約25分ぐらいでしたかね、は、全くその昨日のビデオダイリーと同じです。ですから、昨日ね、ビデオダイリーをお聞きくださった方に対してはですね、申し上げなく思いますけども、その続きはですね、その、時刻的には、これからちょうど28分ぐらいかな、約30分ぐらい後だと思いますけども、28分ぐらい後に始まります。では、昨日のビデオダイリーをそのままお聞きください。Video Diary, July the 1st, 2023, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌、2023年7月1日、林博史です。おはようございます。今日は少しだけ皆さんの脳みそをひっくり返してみたいと思いますと言いますか、こんなことを考えるとですね、皆さんの脳みそも、もっていう方も失礼かな、多分ひっくり返るんじゃないかと思います、というような話になるわけですよね。で、きっかけはですね、6月29日にですね、私のビデオ日誌の中にですね、パルス信号が入っていました。3回入っていました。1回目は240回、2回目は339回、3回目は6回なんですよね。で、その数字は何かということなんですけども、私は最初にそれを思いついたわけですけども、それ以後ですね、それ以外には思いついていない、思いつくことができなかった、できないでいるというところからですね、多分そうではないかということに今結論が落ち着きつつあるところです。もちろんあくまでも私の妄想的な空想仮説ということになります。どういうことかというとですね、最初の240回はですね、つまりは1年の日にちを示しているということです。で、2回目の339回はですね、その日の時刻を示しているということですね。で、3回目はですね、これが決定的と言いますか、その、ビデオ日誌にね、入り込んだ音がですね、決して、そうなりますか、電子的なですね、もっと言えば電磁的なですね、影響によるバグというか故障とか、そういうものではなくてですね、意図的に入れられた、いわゆるパルス音であるということをですね、だからといって 100% というわけではありませんけれども、ほぼ間違いなくそう判断しても良いと思われるような、つまりパルス音であったわけですよね。それについては、私の一連の動画の中でというと、たくさんの量がありますから、どれを見たらいいんだなんて言われますとね、辛いんですけども、真と書いてある動画をですね、中心に選んでいただければですね、今日、昨日ですね、出した動画の中で、新、新しいという、漢字が冒頭のところに書いてある動画をですね、ご覧いただければ、その動画をヒットしていただけると思います。新というのはですね、新しく作り直した、あるいは新しく発行したという意味です。で、話を戻しますとね、どこが、どうしてということになるわけですけども、ここで一つね、前提として皆さんの生活、私たちの生活、人間の生活を見てほしいわけですけども、人間はこの地球に住んでますよね。あなたも私もこの地球に住んでるわけです。で、今は暑い夏、まだ、ね、
成果ではありませんけれども、梅雨時ですけども、もうムシムシ暑いですよね。で、人間というのは、まあ、一般的にはですよ、適温というのがあるわけですね。例えば、その30度を超えるとなかなか辛いですけども、40度を超えたら、まあ、ちょっとというところになりますよね。今度逆に10度、0度以下になりますと、まあ、多分生活をですね、快適に過ごすということは難しいんじゃないかと思いますね。ですからその範囲で人間は生きているということになるわけです。で、それぞれの、まあ、なんて言いますかね、この地球上においてですね、それぞれの地域、まあ、国、まあ、島でも大陸でもいいわけですけども、そこに住んでいる人たちはですね、太陽が昇り、太陽が沈むのを見てですね、一日の概念を身につけたわけです。で、その地域地域においてですね、つまりはここで出てくるのが時計、時間の感覚ってことになるわけです。これは一つ困るんですよね。例えばノルウェーの人がですね、今朝ですって言ってね、まあ、誰かに、ね、電話をかけた、世界の誰かに電話をかけた、あなたたちは朝、今朝なんだねって分かるわけですね。ところが、まあ、ほぼ日本はですね、それよりも8時間から9時間先を行きますから、もうね、昼に近づくなっているわけですよね。そうしますと、そこで、まあ、困ったことはですね、向こうの方は朝だ行っても、こちらは昼ってことになってくるわけです。わかりますね。それはそれなんですよね。今、現にそうなっているわけです。ところがですね、ここで視点をですね、高い宇宙に置くわけです。そしてあなたはですね、私も時空というよりも天空を自由に飛び交うと言いますか、この太陽系においてもですよ、水星や金星、地球、火星、月などをですね、自由に飛び回ることができる、まあ、そういう知的生命体であったとしますね。で、そのあなたが地球の周りを飛んでるわけです。ピュン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 飛んでるわけですよね。そういう時に、時間は分かりますよね。1時間かかって、まあ、その時間もいろいろ難しいんですけどもね、いわゆる今度時刻ですよね。今何時なんだっていうことなんですよね。その時に、今日本の上空だから、今ちょうど午前、10時になるところです。じゃあ、出てヒューンと飛んでいったら、今度はですね、UK の上空を飛んでるわけですよね。そしてそこ行ったらですね、あ、先ほど午前10時頃だと言いましたけども、こちらはまだ真夜中ですね、午前1時ですよ、1時になるところですよ、ってな感じで、もしも地球上をですね、ヒュン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 と飛んでいたとするならばですよね、その都度、その宇宙船の中の時刻が目まぐるしく変わるということになるわけですね。これはもう実用的じゃないわけですよね。はい。じゃあどうするかって言いますと、まあ、暦の統一のようにですね、時刻の統一ということをしなければならないわけです。で、どこを、まあ、いわゆる基準点にするか、どこの時刻をもって、この地球全体の時刻にするかというとですね、当然その時刻は、まあ、今までのね、流れからして、UK のエイブベリー、もしくはストーンヘンジというふうに落ち着いていくわけです。まあ、現在に人間はですね、その世界標準時刻っていうのを使ってますけどもね、しかし、まあ、基本的には UK の以前までね、グリニッジの天文台を起点として、そこにおける時刻をですね、世界の標準時としていたわけです。まあ、今でもそうですけどね、基本的には。ですから、今、ちょうど今10時になるところですから、まあ、UK ではですね、これから午前1時になるところですよね、午前1時5分ぐらい前かな、まあ、日本のですね、ジャパンスタンダードタイムによれば、午前10時5分前ってことになりますけども、今、UK の標準時においてはですね、午前1時5分前ってことになるわけです。その今、午前1時5分っていうのがですね、この地球全体を覆う、つまりは標準時刻ということになります。まあ、それ一つあればいいわけです。それぞれの地域のね、時刻などどうでもいいわけですよね、はっきり言ってね。今、アメリカの東部時間だとか西部だとかね、まあ、そんなこと言ってたらごちゃごちゃになってしまいますからね。はい、今度はインド行きました。インドの時刻はってなってね、やってたらわけがわからなくなりますからね。要するに、一つでいいわけです。人っていいわけです。はい。ですから今、その下、まあ、飛んでる下の、まあ、大地がですね、まあ、
方向灯といいますか、いわゆる太陽の光が、まあ、なんていますかね、降り注いで、明るい、まあ、お昼の部分になっていたとしてもですね、今ただいま時刻は午前1時5分前、これから1時になるところです、了解ってな感じでね、まあ、要するにそういう話でいるわけですよ。つまり神、エイリアンが使っている時計と人間が使っている時計は基本的に同じであるはずがないわけですよね。はい。で、どこでも、いわゆるまあ標準時を持って、標準時で持って、その時の地獄にするわけです。こういうことなんですね。じゃあ次に今度はじゃあ、今度は対比的に考えてみたいと思いますけどもね。人間は1月、2月、3月、4月、5月っていうふうにして、月数、月を持ってますよね。要するに。まあ英語でも、いわゆるマンスっていうのはムーンから出た言葉ですから。ですから基本的な同じなんですけどね。マンス、月。まあ日本語でも、日本語って言いますかね。中国語漢字では1月、2月、6月、現在は6月、7月1日ですからね。月という、月という字を使いますけども、まあ絶妙な、いわゆる一致ということになるわけですけどもね。まあそれはいいんです。どうでもね。つまりなぜそれが生まれたかというと、いわゆる私たちはですね、この地上に這いつくばって生きてるからということになるわけです。それ以外に行ったこともない。そしてそこから動いたこともない。その地域に何世代も何世代も住んでいる。で、その時に、やっぱり最も日が過ぎていく、今日は何月何日なんだということを知るためにおいてはですね、太陽よりも月の方が便利だったということになるわけですよね。まあそこから単位歴というのは生まれて、純粋単位歴へと発達していくわけです。ところがズレが生じてくる。で、正確にやっぱり太陽歴がいいわけですよね。それこそ庭に日本の棒を立てるわけですけども、ちょうどまあその日本の棒がですね、その頂点と先と先がつながって影を落とす位置をですね、今こうやって印つけておけばですよ、ちょうど1年後に全く同じ位置に同じように、いわゆるまあ棒と棒の作る影がですね、その鉄骨頂点先端がですね重なるということになる。それで1年を知ることができるわけですよね。太陽暦なんですよね。しかしそれでも人間はその地域に這いつくばって生きてますから、外のことはわからないわけです。そうですね。じゃあ、神々、エイリアンはどうかということなんです。まず第一に、月など、何月、4月、5月、6月、今日から7月だ、なんて、そんなの知る必要もないわけです。知ったところで意味がないわけですよね。例えば南半球と北半球ではですね、いわゆるまあ、季節が逆転してますよね。それも今は当たり前のことだったになってますけどもね、意味はない。それから今度は暑い寒いっていうのもですね、これは人間の世界の話なんですよね。で、例えば先ほどね、人間はだいたい10度以下だと厳しいな、10度以下だと寒いからって、まあ、自分を中心して考えるわけですけどもね、今度逆に40度以上になったらもう苦しくて苦しくて仕事なんかできないよってことになりますよね。これは人間なんですよ。ところがですね、生物によっては10度がものすごく快適な気温となっている生物もいるわけですよね。一方、40度でも平気でなってますかね、仕事ができる生物もいるわけですよね。この地球上においても結構幅があるということです。言わんや、ということになってくるわけですけども、まあね、水が凍って蒸発するまでの温度の間ぐらいということに考えたらいいのかな。まあ、ともかく0度から100度の間でも、まあ、人間はどちらかというと、その下の方の気温を持ってですね、適温としているわけです。ところが、A 生命体と B 生命体と C 生命体、それぞれが違うわけですね。そうした生命体が、まあ、例えばですよ、細長い、南北に細長い島に住んでいたとしますよね。はい。で、その島に住んでいながらですね、春だ、夏だ、秋だ、冬だ、といったところで、意味はないわけです。例えば A 生命体にとっては秋であってもですね、B 生命体にとっては猛暑ということになりますし、C 生命体にとってはもう極寒のね、寒くて寒くてたまらないっていうような季節ということになるわけです。ですからまあ宇宙を自由に飛び交う神々、エイリアンからしてみればですね、季節ってものを知る必要もない。その前にちょっと言い忘れましたけれども、今日は何月何ってことを知る必要もないわけです。季節を知る必要はないから、今度は何月ってことも知る必要ないわけですよね。つまり、季節だとか月だとか、そういったものはですね、人間がその地上に這いつくばって生活しているところから生まれた、つまり人間にとっての便宜上の、いわゆる日にちを明けということになってくるわけです。じゃあ、神々エイリアンはどうかというと、
まあ、神そのいわゆる今日は7月とか8月とかそんなことも分ける必要もないわけです。はい、秋か冬か季節も知る必要もないわけですね。必要ないでしょ。じゃあどうするか言ったら、残るのは日にちだけなんですよね。日にちだけ。例えば1年は 365.2、まあ、25でいいわけですけども、365プラス 0.25 な日でいいわけですけども、太陽暦で見るとね。そうしますと、例えば神々やエイリアンは、例えば暦というものをどう考えるかというとですね、例えば今日はですね、240日というような言い方をするわけですよね。あるいは今日は250日、あるいは今日は300日。なあ、今度、310日にみんなで町で集まらないか。いいね、310日はちょっと都合悪いから311日にしてくれるとありがたいよねっていう感じで、1年を慣らして、つまりなんて言いますか、その数字でもって1年のその日を示すわけですよね。それが合理的な考え方じゃないでしょうかね。ですから例えば南北に細長い島があったとしますよね。でその時に、まあ要するに、その島の中でね、今日は8月とか7月と比べていたところで意味がないわけですよね。別に8月だろうが7月だろうが気温が一定というわけじゃないんでしょうけども、それぞれの生命体にとってはですね、まあいわゆる季節の受け止め方が全く違うということですね。そういう違いの中でね、暑い夏がやってきました、なんて言ったところで、そうじゃない。一方の、もう一方の生命体にしてみればですね、大変心地の良い、春、今は春ですって喜ぶかもしれませんからね。要するにそこで私が第一に何を言いたいかというとですね、人間が使う暦をもとにして、神々あるいはエイリアンが使う暦を考えてはいけないということです。またそれをしても意味がないし、合理性がないということになってくるわけです。で、例えば現在は2023年の7月1日なんて言ってますけどもね、まあ、エイリアンさんたちに言わせれば、神々にすればですね、まあ、2023年はいいですよね。別にずれてたところで何も差し障りはないわけですけども、今日は210日です。あ、そう。昨日は209日だったんだな。明日は211日か。なんて感じでね。1年を通して数字で言えばいいわけですよね。というふうに考えていくとですね、暦というもの、カレンダー を見るという目も、の見方そのものが違ってくるということですよね。ですから、その数字は大事だけどもね、そういうふうにして考えていくわけです。で私はですね、まあ、ちょっと話戻しますと、昨日、一昨日か、私のビデオ代理の中にね、奇妙な、大変まあ不可解になってますが、私は全く身に覚えのないパルス音が入っていました。で、あれこれ調べたんですけどもね、その前後にですね、16本の動画を発表してるんですけども、アップロードしてるんですけども、作りながらビデオ代理、今もそうですけどもね、ちょうど、まあ、ビデオ編集とビデオ編集の合間に縫ってですね、今このようなビデオ代理を作っているわけですけども、その16本のビデオにはね、そんな、いわゆるパルス音は入ってないんです。ビデオ日誌だけに入ってたんですよね。なおかつ3回目のパルス音はですね、バーイと言った後、私は編集中すぐミュートにするんですよ。でないとそのマイクがですね、ザーッと感度が良くなっていって、自動的に細かいホワイトノイズを拾ってしまうんですよね。ですからパッとミュートにするんですけども、そのミュートにした15秒前後の間に3回目のパルス音が入っているわけです。というところからちょうどその夏目が意図的にその場所を狙って誰かがパルス音を入れたということになるわけですけどもね。というところからですね、あのパルス音はですね、自然界から湧き出てきたパルス音ではないと。なおかつ例えばね、電子的な機器によるいわゆる、まあ、ノイズではないというふうに判断していったわけです。まあ、3回目でもってですね、やっぱりこれはパルス音事件として位置づけた方がいいという判断を私は下しました。わかりませんよ。ひょっとしたらね、何かまだ可能性としてはないわけじゃないもんですからね、何かのそういう電子機器を誰かが使って、それをですね、電波を飛ばした。それに応じて、まあね、パソコン内の電子機器が反応して、つまりはそうしたパルス音を使用した、なんてね、まあ、空想的には考えられますけどもね、まあ、それはそれとしてですね、そうではないと判断したわけです。で、話を戻しますと、まずカレンダーの使い方そのものが違うということですよね。で、問題になってくるのは、今日、昨日とそれ悩んでるんですけども、じゃあ、起点はいつかということなんです。
例えば今日は第210日ってことを言ったとしますよね。で友達と話してて、おう今度222日に君のところへ遊びに行くよ、ああいいよ222日だねっていうような会話をするわけですけども、いつの日をもって起点とするかということなんですよ。で私はですね、当初ね、おととい、いわゆる2023年の6月29日にそのパルソンが入ったもんですからね、6月29日を起点にして、それから240日後というふうに取ったわけですけども、考えてみれば、その6月29日というその日付、カレンダーでの上における数字というのは極めて人間的で、人間だけのための人間による人間のいわゆる、まあ、宇宙人エイリアンにとっては意味のないカレンダーということになるわけですよね。それはもう今言った通りです。となると起点はどこに持ったらいいかということなんですよ。あと2つ考えられるんですよね。今210日って言ったのは、いわゆる1月1日を含めてその日から210日目ってことになるわけですよね。ですから1月1日は1日、1月2日はいわゆる2日、1月3日は4日となっていくわけです。それで1月31日は31日、で2月1日は今度は32日となっていくわけです。いいですね。でそういうふうにすれば便利ですから、やっぱり起点はそのいわゆるのその1月1日を含むということになるわけです。まあこれはあの日本の今のね、民法世界の常識とはちょっと違うところなんですよね。世界の常識は翌日起点になりますからね、いわゆる当日起点ではなくて、翌日が1日目で、その次が2日目となっていくわけです。ところが当日起点の場合にはですね、例えば1月1日が1日目、1月2日が2日目ということになっていくわけですね。でどちらの方が便利かというと、最初の1月1日は0日というよりもですね、やっぱり1月1日を1日と言った方が分かりやすいですよね。ですから私は神々はですね、宇宙を飛び交う神々は当日起点でね、いわゆる1年を決めていると。しかしそれは当日1月1日といったところで、これは地球の当日になるわけですよね。しかしそのあたりはですね、上の方たちは頭のいい方ですから即座に計算できますからね。水星の1月1日は例えば地球の3月10日かなって感じでね、金星はの1月1日は地球の12月10日頃になるのかなってな感じで、パッ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 と瞬時に計算して、まあ、そういう会話をなさっておられるんじゃないのかなと思いますけど、ともかくもその起点をですね、いつにするかということなんですよ。まあその1年をね、365.0.25日としてもですよ。じゃあ起点はやっぱり1月1日1日かなと思ってみるんですけども、今までのね、いわゆる私の謎解きの中でしょっちゅう出てくる言葉が冬至という言葉なんですよね。いわゆる太陽が最も低い位置に来て、まあ、なんて言いますか、冬の到来を示す冬至ですよね。現に例えばトランプカードにしてもですね、冬至から始まってますからね。あるいはチェチェン行ったの 91×4× ね、あとプラス1のあの階段カレンダーにしても、やっぱり冬至が起点になっているということはわかるわけです。つまり神々の世界においてはですね、この地球においてですよ、プラス地球においてはですね、どうやら冬至が起点であったということですね。冬至1月1日になったのは、それはごく最近のことですからね。となると冬至をもって1月1日とするという考え方が生まれてくるわけです。で調べてみると、2022年の冬至はですね、12月22日だったんですよね。ですから12月22日を1日、いわゆる1月1日として計算して、23日を2、24日を3、24、5日を4としていくと、まあ、それに決めたんじゃないのかなと思いますね。となると、まあ、神々エイリアンが使うカレンダーはですね、冬至を起点として、で 365.25245 となるわけですよね。そういう数字で持っていくということです。まあ、これが神々のカレンダーの基本だということですね。ですから、そのカレンダーはどこの地球上のどの場所をもって今度は起点、一式な起点にするかというと、もうストーンヘンジしか考えられませんよね。他にないわけです。
それがまあ現代にも引き継がれているというよりも、どこかで人間が出てそれを学んで現代にもそれを使っているということになるわけですけどもね、まあ、それはまた今度別の機会で考えてみたいと思いますけども、要するに UK のですね、いわゆる世界標準時刻というのがありますから、現代はそれを使っているわけですけども、それがですね、現在の地球の時刻、あ、そして日にちの起点になっているということです。ですから今ちょうど、まあ、UK ではですね、7月1日が始まってちょうど午前1時になったところですから、1時間過ぎたということになるわけですね。ですから、世界標準時刻によればですね、現在は7月1日午前1時10分12分ということになるわけですね。でそれでもって宇宙、地下、この地球どこ行っても用が足せるということですね。逆に今人間が使っている時計だとかね、暦を使っているとですね、わけがわからなくなってしまうわけですよね。で、細長い島があってですね、その細長い島にはそれぞれいろんな生命体が住んでいたとしますよね。で、それぞれの生命体がそれぞれのカレンダーを使っていたとしたら、これは大変なことになるわけですよね。僕のところではもう3時です。いや、でちょっと飛んだら、ちょっと5分飛んだら、次の町、その町行ったら、ここでは午前5時ですなんてやったら困りますよね。困るというか、まあ、一体この島では何時なんだってなってしまいますからね。わけがわからなくなってしまうということもありますから、まあ、時計も時刻も一つにしとっていいわけですよ。そう長い島の場合はですね。で、まあ、人間のように、春が来た、秋が来た、いつ田植えをするんだ、ね、種をまくんだなんて心配もないわけですよ。暑さ、寒さなんてものはですね、それぞれの生命体によってみんな相対的に、まあ、ある意味では絶対的に違いますからね。ですから、まあ、それも必要ないと。となると、エイリアンがもしここにいて、今日は何日ってそのエイリアンに質問したらですね、今日は210日でしょって答えるだろうと思います。じゃあ季節は、そんなもの私たちはありませんよっていうふうに答えるだろうねってことなんですよね。はい。じゃあ時刻は、ああ、今、例えば今1時14分になるところかなって言うでしょうね。まあ、それぞれの地域、あるいは場所、いわゆる細長い島の上の方、北の方の人、南の方の人、それぞれが別々の時刻を言うということはないわけです。やっぱり統一しないと、これは不便ですからね。まあ、這いつくばって、まあね、半径30キロ以内でとにかく頑張って生きているというような人間の場合は、それぞれの地域、地域、地方、国によって、まあ、時刻が違ってくるということになるわけですけどもね。ですから、まあ、それはその動きのない人間の場合ですけども、ね、エイリアン、神々はもうヒュン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 とね、光の速さで A から T、B 点、B 点から C 点、C 点から D 点とポン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 と動き回ってますからね、いちいちね、今どこ、標準タイム、今何、どこ、ニューヨーク、スヤコ、ここだ、ロンドンという形でね、私たちが時計合わせを、時計で張り合わせすることは必要ないということです。まあ、つまり何が言いたいかというとですね、カレンダーの中、カレンダーの使い方、カレンダーがどんなものかということをですね、まあ、親切としてですね、林博士、今日皆さんにお伝えしたかったのはですね、まあ、例えばエリアン、神々が使うカレンダーというのは、いわゆる365点、なんとかのね、それだけの表示しかないということです。ね。まあ、人間が使ってるね、時計には便利なものでね、今日は何月とかね、何曜日っていうのは表示されるのが多いわけですけどもね、まあ、そんなこと必要ないということですね。人っていいわけですよ。で、二つ目には、曜日なんて必要ないし、まあ、それはあの仕事をしている人にとってはですね、休息日っていうのは必要でしょうからね、まあ、そういう意味では使っているのかもしれませんけども、考えていれば必要ないわけですね。季節も関係ないわけですよね。まあ、いろんなことを抑えて、まあ、その条件といいますか、その暦を作る条件というのは決まってくるわけですけどもね。で、問題はですね、今度は時刻なんですよ。最後の時は1時10分前、まあ、現在ね、午前、1時15分になったところかな、ロンドンでね、なったところですけども、日本時間、ジャパンスタンドタイムでは午前10時17分ですけどもね、まあ、そういうことなんですけども、ですから、今度は時刻なんですけども、どうかなということですけども、一つ基本的に重要なポイントはですね、例えば人間はですよ、地球の一地回転を1日としたと。それを24原因はよくわかりませんが、ここまでがですね、昨日のビデオダイアリーで発表した部分です。2023年の
7月1日ですね。ところがですね、この後どういうわけか音声が消えてしまっていました。そこでこのその続きをですね、これから皆さんに話したいと思います。で、今何を話そうとしているかというとですね、つまり時間、いわゆる ET エイリアン、神にとっての時間とは何かということなんですけども、その前にですね、こういうことがあるんですね。で、私たちはですね、学校で、まあ、次に習ったわけですよね。例えば、1秒はどうして決まったかということについてなんですけども、地球がですね、1回転するのを24時間とすると。そういうことですね。そして、それを、まあ、24等分したのが1時間であると。そして、1時間を60等分したのが1分であると。で、その1分を60等分したのが1秒であると。まあ、こうして1秒の長さが決まったというふうに説明されているわけです。ところが実際にはその逆だということなんですね。この宇宙においてですね、すでに地球だけではなくて水星、金星、火星もそうですけども、つまりは1秒の長さが最初に決まっていたということなんです。え？っていうふうに思われるかもしれませんけれども、例えばですよ、1オクターブというときにですね、例えば4000Hz から8000Hz をこれ1オクターブと言いますよね。で、4000Hz の音と 8000Hz の音を同時に鳴らしますと、きれいに音が重なるわけです。つまり和音、和音って言いますかね、ハモるって言いますかね、ハモるって言いますね、音楽の世界では。ハモるわけです。ところが、8000をですね、8001Hz にするとですね、つまり4000Hz の音と 8000Hz の8001Hz の音を同時に流すとですね、ちょうど1秒ごとにワオンというハウリングが生まれるわけです。いわゆるまあ音が重なるんではなくてですね、ワン、ワン、ワン、まあ1秒ごとですから、ワン、ワン、ワンと出るわけですね。まあ、こういうふうに1Hz と違うと、まあ、これは気候、気象、気圧に関係なく、ちょうど1秒につき 1回の和音、いわゆるハモる、あるいはハウリングが起きるわけですけどもね、ハモるというのはハーモニーから来ていることなんですけども、いわゆるハウリングが生じるということなんですよね。まあ、そんなこともいろいろありまして、宇宙には宇宙の大法則がある。それが、まあ、強いてはですね、ニネベ定数へと、上数へとつながっていくわけです。まあ、それはそれなんですけども、実は1秒の長さが先にあってですね、でちょうど地球はですね、86,400秒で1回転するように、宇宙の同期作用によってですね、まあ、地球の自転が決まったということなんです。ここが重要なんですね。その証拠に、水星、金星の自転日数、秒数と比べてみるとよくわかります。さらに火星と地球は同じですけどもね。つまり、今までの考え方と全く逆なわけです。まあ、もう一回繰り返しますとね、学校では24時間に分けてそれを60等分、60等分して1秒が決まったということになってますけども、そうではなくて逆に1秒が決まっていて、8600、400秒で地球が1回転するように、地球がこの長い年月の中でですね、他の宇宙の、まあ、波長、リズムと同期したということになります。これも物の世界では同期という言葉で説明してますけどもね。それについての動画を昨日発表してきましたので、宇宙の大法則というので見ていただければ分かっていただけると思います。で、話を戻しますと、では、339回というのが時間であるとするならばですね、それは何を意味するのかということになってくるわけですけども、まあ、その240がですね、私は日時であると、まあ、判断しました。日時の日、日にちであると判断しました。じゃあ次の339は何かというと、時になるわけですよね。時間になるわけです。ところがこれまた次々と問題が出てくるわけです。339っていうのはですね、60×5×39、すなわち5時39分となるわけです。ところがこの5時39分というのは、どこの時刻を言うかということなんですよね。つまり、例えば、日本では、ジャパンスタンダードタイム、JST タイムというのを使っているわけです。中国は中国で使っている、インドはインドのと使っているというふうには、それぞれの国によってですね、時刻が違うわけですね。現在、日本では、例えば、午後4時だとするならばですね、イギリスではということになりますと、9時間前になりますから、9時間引くわけですよね。9時間引くわけです。そういうふうにして、
地域、場所によって、国によって、自国というのはもうまちまちなんですね。となるとどこかと言いますと、当然、いわゆるまあ GMT、まあ以前は GMT と言ってましたけれども、今はですね、世界スタンダードタイムということでですね、それでまあ統一しているわけですけれども、その、いわゆるまあ同じことなんですけれども、いわゆる世界標準時刻で、339分ということになるわけですよね。まあ、現在は UTC っていうタイムを使ってますけどもね、UTC すなわち、以前の GMT になるわけですけども、世界標準タイムということで、まあ、なるわけですけども、じゃあ339っていうのは、分かりやすく言えばイギリスのね、で使っている時刻においての5時39分ということになってくるわけです。となると日本の場合はですね、それに9時間足すわけですね。ですから、5時39分ですから、14時29分と、まあ2時39分、ほぼ2時40分ということになるわけですよね。まあ、そういうふうに考えていくということになります。まあ、こうしてですね、まあその2023年の6月29日に私のビデオダイアリーの中に入り込んだパルスロンの、まあ、一応私なりの解釈によるまあ、解釈による判断ができたということになります。つまりですね、23年の6月、29日のパルソンをですね、解読すると、つまりは8月29日、あるいは8月28日、まあ、その先ほど言いましたように、この日時というのはね、どこを起点にするか、いわゆる起算点にするかということによってですね、かなり違ってきますので、かなりと言いますか、6等のパターンができますからね、6月29日を起点にするのか、1月1日を起点にするのか、そして当時の、いわゆる去年のね、当時、2022年の12月22日を当時、その日が当時だったわけですけどもね、当時の日っていうのは毎年違うわけですけども、まあそれ以外に1月1日説がまた浮かび上がってくるわけですけれども、2022年の12月22日を起点とするかによって、それから240日にするかという問題が出てくるわけですよね。240日以降と解釈するならばですね、そういうことになるわけです。なおかつ、その起点といってもですね、当日起点と、当日起算とですね、翌日起算とあるわけです。まあ、当日を含むか含まないかということなんですよね。当日起算というのは当日を含むかです。例えば、1月1日から繰り返しになりますけども、3日となりますと、その翌日を1日目、その次を、3日ですね、1月3日を2日目、1月4日を3日目とするわけです。しかしこれは世界的な今共通的な、まあ、その日数計算の基本になってますね。それは民法でもそうです。世界の、まあ、例えばこの切符は7日間有効ですといったときには、買った日は含まれないわけですよね。その翌日から7日間有効ということになるわけです。ところが、神々の世界といいますか、私の印象ではですね、それは、その、いわゆる商法上、商業上の、まあ、その約束ですけれども、やはり当日を含むわけですよね。1月1日を1日目、1月2日目、2日を3日目、1月3日目を、まあ、3日目というふうにした方が分かりやすいですしね。ですから、まあ、その0日という感覚は、例えば当時から始まって、翌日はもう当時の次の日の2日目ということになるわけですけどもね。まあ、要するに、私は当日起算で計算したらいいのじゃないかなというふうに思ってます。分かりません、それはね。ですから、まあ、当日起算で計算するとですね、例えば1月1日を、当時起算とするとですね、当日起算で、それから240日を計算するとですね、8月29日になるとかね。でからその1月1日を、まあ、いわゆるから240日ということになるとですね、当日起算によれば8月28日になって、翌日起算すると8月29日になるというふうに、まあ、日にちがバラバラになってくる。で、今度は、それも先ほど説明した通りなんですけども、今度はですね、いわゆる339という数字をどう解釈するかですけども、つまりは、5時39分。まあ、ちょっと半端な数字ですけどもね、もう少し分かりやすい数字でもいいわけですけども、要するに、そういうことになっていくわけです。まあ、これについてもですね、神様、もう少し丁寧に説明してくださいって言ったところで、それはあまりにも恐れ多くてですね、身の程知らずと言いますか、恐れ多いことですから、私たち人間側の方はですね、まあ、あらゆる可能性を考えて、それらすべての日、すべての時刻に自分自身を用意するということになるわけです。まあ、そういうことですね。実際その上の方っていうのはそういう意味ではですね、
割と、まあ、投げやり的で不親切だなという印象は常に持っています。パンパンパンと、まあ、何かの、ね、指示して、あとは自分で考えなさいってやり方での、まあ、指示の仕方ですよね。それは一貫して、まあ、そういう感じで、私はそういう印象を持っています。ですから、今回のですね、240、あるいは339、そして6という数字もありますけども、それも、まあ多分昨日の説明で入ってなくてですね、おそらく消えてますので、今日それをここで説明したいと思ってますけども、それもですね、ある特別な意味を持つ6であるということになってくるわけです。それはこれから話しますけども、要するに339をどう解釈するかですけども、その日にちがまず定まるということで、定まればですね、まあ 6通りのパターンがありますからね、いわゆるもう一回繰り返しますと、2022年の6月29日を起点とするか、あるいは1月1日を起点とするか、あるいは去年のね、2022年の12月22日の冬至の日を起点とするかによって、まあ3つの日が出てくるってことですね。それから240日後ってことですから。さらに、それかける2ってことはどういうことかというと、冬至月さんによるものなのか、翌日月さんによるものなのかによって、その2倍の6通りのパターンが出てくるわけです。で、人間側の私はですね、どういうふうにそれを捉えるかですけども、その6通りのパターンすべてをですね、いわゆる、まあ、用意、準備するということですね。はい。そんなことをですね、上の方に向かって、これじゃあ神様わかりませんよ、なんてことを言ってもですね、それはできないわけですね。恐れ多いということです。あくまでも上下関係がはっきりしてますからね、もう徹底的な上位にいるのは神であり、徹底的な一番下にいるのがですね、人間ですから、その、対等意識を持っていけないということです。わかりやすければね。はい。それは私、一貫してその姿勢を保っています。で、今度は339の日にちについてはですね、これは間違いなく、ジャパンスタンダードタイムではなくてですね、つまりは、いわゆる、まあ、なってますか、世界標準タイムにおける、その、時刻、なあ、GMT。私も GMT と言ってたもんですからね、UTS という言い方はあんまりその、馴染めないもんですから、まあ、UTC ですね。ごめんなさい。UTC ではなくてですね。UTC、GMT、同じですけどもね。によればですね、日本時間における5時39分に9を足してですね、14時、39分、なわち2時40分、2時39分というふうに解釈しています。まあもちろんね、朝、何かが、起きるかもしれないということ、いいことか悪いことか、それはわかりませんけども、要するに、そういう形で、まあ、心を知る。あくまでも私のね、空想的、妄想的な解釈によるものですけどもね。まあ、しかし、この240、そして339をどう解釈していくかというとですね、今までの流れからして、どうも日時を示しておられるんじゃないのかなというふうに私は思いました。またそのような判断でですね、今日というか昨日のビデオダイアリーを作ったわけですけども、途中でね、音声が消えていましたので、まあ、つまりは、今日このような形でですね、作り直しているということになります。で、最後にもう一回、前の部分で話してないと思いますけど、最後に6という6回のパルソーンが出てきますね。このパルソーンについてはですね、数よりもですね、つまりその、私が、その昨日の一昨日ですね、もう一昨日になりますけども、ビデオダイアリーを作った時の様子をですね、もう皆さんに話したいと思いますけども、まあその最後にですね、bye for now って言って、まあいつもその大抵ね、bye for now っていう感じで、そのビデオを一度編集しますか、音声をそこで切るわけですね。で、その後のことなんですけど、そのままね、マイクをその放置しますとですね、まあガチャンと置いたりね、あるいはその、まあ、割と存在の私、マイクをポンポンと放り投げるところがあるものですから、机の上にガラガラと置いたりすると、とんでもない雑音が、騒音が入るわけですよね。あるいはそのままじっとしていても、だん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 感度が良くなるのか、周りの音を静かに拾うようになるのか、それはわかりませんけども、やがてホワイトノイズがですね、ザーっていうふうに大きくなっていくわけですよね。そして、些細な音を拾い上げるものですから、私はですね、編集するときにはですね、まあ今日もそうだろうと思いますけども、まあその by for now といった後にね、後で編集するときにその now という音が言い終わるか終わらないとこ、ことで一度カットしてですね、そこでミュートをかけるわけです。ミュートというのはですね、パソコン上における電子的な音をですね、すべてゼロにすることを言うわけですよね。というか、全く無音状態になるわけです。その無音状態になった状態でしばらくね、皆さんに、まあね、その、恥ずかしげもなくね、まあその、じじい顔を見せているわけですけども、それがまあ10秒ぐらい続くわけですけども、その後、エンディングのそのビデオをその後につなげていくわけです。その5秒か6秒、7秒の間にですね、まあ、全く無音の状態です。その時に6回の音がきちんとその枠にはまるように入っていたということです。つまり、by for now でカットしたその直後から、
と6回になって、その後エンディングになっていったということです。ということはその6回の音はですね、回数よりもその枠の中にきちんと収まるように入り込んできたということなんです。もし電子音のような、まあ、いわゆる電子パグ、あるいはね、いわゆるその電子的なね、まあ、何かの現象によるものであればですね、そんなこと遠慮なくですね、遠慮なくておかしいですけども、その前後にまたがってその音が入ったわけですよね。ところが、その6、7秒の間にきちんと6回音が入ったと。つまりカットして無音にした状態の中にその6回の音が入ったということはですね、私これ、そこの音の、その、まあ、起こり主って言ったら失礼ですけども、の音の向こうにですね、意図的な、つまり意識的な、まあ、そういうのになってますかね、その、そこに、その、いわゆるまあ、サインのようにですね、6回の音を入れた、まあ、入れてくださったんじゃないかというふうに解釈していきます。つまり、電子的なその故障によるものであるならばですね、もっとまたがって前の方から始まって、その部分にも音が入るとかね、まあ、いろんな他の症状が出てくるわけですけども、きちんとその無音にした、ミュートにした時にその音が入ったということですね。で、もう一つ注意していただきたいところはですね、6月29日の動画をですね、ビデオダイアリーを見ていただきたいんですけども、聞いていただきたいんですけども、途中112回だったかな、118回だったか、ちょっと数字忘れましたけども、その途中でですね、音がですね、左から右方とか右から左、まあそういうイヤホンの付け方によって違ってくるわけですけども、いわゆるステレオイヤホンで聞いているとですね、音が移動するって言うんですよ。私はそれまで確認できないで言いますけども、要するにその音が移動するっていうわけです。で、その時に、その、報告してくださった方にですね、例えば、右でその音が、いわゆるまあ、パルス信号が聞こえるときに左はどうでしたかという質問をしましたら、全く左は聞こえないと。そういうその、まあ普通の、いわゆるまあマイクで、私のマイクはこれモノラルマイクですから、だいたいステレオに録音されるとか、今もこれモノラルマイクを使ってますからね、ステレオでは音は入らないわけです。つまりですね、どうしてそのような、その現象が起きたかというのも謎なんです。分かっていただけますかね。要するに、まあ皆さんの中にね、ステレオイヤホンを持っていらっしゃる方がいらっしゃいましたらですね、6月29日のビデオダイアリーをもう一度聞いていただきたいと思うんです。そうしますとですね、最初のそのパルス音がですね、最初は右でも左でもどうしても右なら右にしていますけど、右から聞こえるわけです。その時左からは何も聞こえないと。声は聞こえるんですけどもね。で、途中でこの音がですね、今度は左に移動するわけです。で、左に移動したときに、右の方ではパルス音は全く聞こえないという、まあ、極めて、まあ、不可思議ってますかね、不思議になってますかね、奇妙になってますかね、奇怪になってますか、異常な現象が起きたということになります。そういうこともですね、まあ、6月29日のビデオではないかに、まあ、そういう様子がですね、収められていたということになります。そんなところも注意して、皆さんどうかお聞きください。そしてその音についてはですね、豪雨事件、豪雨事件、そして、2019年の11月30日のですね、雷鳴音事件とつながって、2022年のですね、去年ですね、6月18日の詩を読んでいるときにですね、私が詩を朗読しているときに、やっぱり雨の音に書き消されてしまってですね、詩の、詩を読んでいるその声がですね、書き消されてしまうという事件も起きています。ですから、音についてはですね、私かなり敏感になっているんですけども、まあ、今回のね、パルソンについては、その、また、全く違った形で、まあ、そういう形でですね、何らかの形の、における何らかの、まあ、意味、目的を持った上の方からのサインであると私は判断しました。まあ、それがどういう意味を持つかはですね、まあ、その私の解釈が間違っているか正しいかによっても違ってくるわけですけども、まあ、少なくとも8月28日、あるいは18日をですね、待ってみるしかないんじゃないかということも、直近では、当事祭のですね、去年の12月22日から数えて、当事月さんで、つまりは、240日目にあたる8月18日の金曜日ということになるわけですけどもね。まあ、その日に何かあるかないかというところからですね、まあ、6回、まあ、6つの日時が出てきましたので、それ、プラス、12回になりますね。つまり、その時刻をですね、339をですね、いわゆるまあ、UTC で見るか、あるいは Japan Standard Time, JST で見るかによって、またその2倍の時刻になりますからね。ですから、その12回にもうすべて私の方としてはですね、ある種の緊張感を持って迎えるしかないんじゃないかと思っています。ということで、今日のビデオラリーここで終わります。Bye for now. まあ、遺伝子
操作あるいはですね組み替え組み入れによって作られた人間種の最高神というのがいるわけですね。それはまあ、創世記僕はの第一章のですね出てくる、つまり man、 神によって作られた男と女ということになってくるわけです。でその方は誰かと言いますと、私はですねその方はカインであると証明しました。それについては今日は触れませんけども、大前提としてですね2種類の神がいるということです。つまり外来種の神、そして人間種の最高神の神ということになります。で外来種の神というのはですね、まあ、例えばいろんな言い方しますよね。レプタリアンだとかね、竜族だとか、まあ、ゼカレシッチンはラム族という言葉も使ってますけども、まあ、そういうそのいろんな呼び方がありますけども、例えばレプタリアン、爬虫類系の神ということになりますけども、ここで一つ誤解してはいけないことはですね、何も地球のね、この地球に住む爬虫類、あるいは蛇がですね、進化してそういう神になったということではないわけです。たまたま先方のですね、まあ、どこかの惑星、まあ、地下奥深くということになるわけですけども、そのあたりで進化した神っていうのはいるわけですよね。で、その神が、まあ、その宇宙へ飛び出して、で、現在は地球にもやってきている。そして地球でですね、まあ、自分たちの姿に似た、まあ、その生命体を見つけてですね、あるいは逆に人間がそういうその神を見てですね、まあ、その地球に住むその生命体にの中にですね、似たような、まあ、その生命体ですよね、を見つけて、あ、爬虫類そっくりだ、トカゲそっくりだとかね、まあ、そういう形で、その外来種の神をですね、例えば、レプタリアン系であるとかね、まあ、それはデビッド・アイクがそのような名前を付けたわけですけども、そのような、まあ、読み方で、ね、読み始めたということですね。竜族にしてもそうですね、日本の、まあ、ドラゴンですけどもね、日本じゃない地球のですね、蛇に似ているようなところからですね、まあ、竜族、蛇族、サーペント族というふうに呼ぶようになったということになるわけです。ですから決して蛇が進化して、つまりはその現代私たちが言っている外来種の神になったとかね、外来種の神の基本になったとか、そういうことじゃないんですよね。まあ、人間はそうした神々から見れば、まあ、あえて言うならば、マシュマロ、もっとひどく言えばですね、まあ、ウジ虫的なね、印象を相手に与えているのではないかと思いますけどもね、まあ、人間からね、例えば、その、爬虫類系の神にしてもですよ、見ると、何かしらね、とっつきにくいと言いますか、付き合いにくく思いますよね。しかし、同時に、それは相対的な、まあ、問題でしてね、相手の方から人間を見るとですね、やはり、なんて言いますかね、マシュマロ的にね、何かブヨブヨとしてですね、まあ、気味の悪い生命体に見えるかもしれない。またそう見たところで、おかしくないということになっていくわけです。まあ、ともかくそれは今日のテーマじゃないんですけども、大前提としてですね、外来種の神と、まあ、人間種の神がいるということですね。それをまず、まあ、私たちは知るべきではないかということになりますね。まあ、知るべきという言い方はちょっと失礼かもしれませんけれどもね、まず前提として置いていただきたいということですね。で、その外来種の神がですね、まあ、その自分たちの、まあ、自分のたちの奴隷としてですね、まあ、その人間を、原種、まあ、当時、まあ、人間の原種いたわけですよね。旧石器石器時代から新石器時代の流れを組む原種的な、まあ、本当にプリミティブなね、原始的な生活をしていた人間がこの地球にいることを知ったわけですよ。知ってたとも知ってたと思いますね。で、その人間を改造して、改造ですね。まあ、ゼロからね、プログラミングしたというよりもですね、自分たちの持つ知的遺伝子をですね、人間、その当時の人間の頭の中に組み込んだということですね。つまり、まあ、その時点で人間はですね、現在人間が言うところのですね、実験室で生まれたスーパーラット、あるいはスーパーマンキーでもいいわけですけどもね、的な存在になったということです。はい。ということで人間の原種が生まれたわけです。その原点の頂点に立っているのが、でも最初に生まれた人間種の神がカインということになります。それもダヴィンチがですね、いろんな、同じような思考プロセスの中でですね、つまりはその外来種の神々はですね、人間を改造し自分たちの奴隷もしくは食用として作ったんですけども、しかし、まあ、存続しておいたら大変なことになるってことをですね、まあ、知っていたわけです。これは大前提の2番目ですよね。そして、まあ、それから、まあ、
大前提とは考えませんけども、まあ、要するにそういう大前提のもとでですね、現在の私たちは人間が存在するんですけども、しかしそれとて、まあ、つまりですね、外来種の神々はですね、だからといって人間をですね、この地球上にはびこらせる。まあ、そういう言い方は私も人間ですから、大変失礼な言い方になるかもしれませんけども、はびこらせることについてね、それを良しとはしなかったということになるわけです。まあ、機械、あるいはそうした場面、あるいはそういう時が来ればですね、人間を絶滅させようということは、まあ、当初からもう決定事項であったわけですが、それに待ったをかけてくださったのがカイン・キリストということになります。それゆえにカイン・キリストすなわち救世主ということになります。キリスト救世主、いわゆる人間の救済者はカインである。その証拠はですね、ミケランジェロが書いた歌詞の戦いの絵の中に775027という数字で、まあ、表現してあるわけです。まあ、つまりキリストは聖書というところのカインのことなんですよというふうに解読できるわけですけどもね、まあ、そういう形でその間、神と人間の間に入ってきたのがカインだということになります。その様子を表したのが死せなれ廃堂の壁画の方のね、現在はですね、最後の審判というようなね、とんでもない題名がつけられてますけども、あの絵こそがですね、上のね、神と人間の間に割って入ったカイン・キリストがですね、マッターをかけている絵ということになります。ですから、まあ、題名をつけるとしたらマッターをかけたカイン救世主というふうに、まあ、つけるわけですけど、長ったらしいですからね、まあ、ミケランジェロにもその絵が何の絵だか知らないままですね、上の人から神、カインからキリストから書き与えられてですね、自己流、自分の良識、常識の範囲でですね、あの絵をですね、最後の審判と判断して、最後の審判という題をつけたということになります。つまりその視点においてですね、今度はですね、カイン・キリストが人間指導に当たっている、来たということになります。まあ、それがですね、この2000年間続いているということになります。で、最初の話ちょっと戻しますけれども、結局はですね、外来種の神々もですね、まあ、その一歩知る側はですね、一歩退いたということになるわけですよね。そのマッターをかけたカインに対してね、ならばあんたにね、少なくとも2000年という数字でそこで出てくるわけですけども、2000年間は任せてみようじゃないかと。そしてね、我々の仲間として、友としてね、ふさわしい生命体になるかどうか、あなたに任せてみますよということで、まあ、カイン・キリストにですね、まあ、人間が任せられたということになります。そして現代に今もその状態がですね、続いているということになります。まあ、そうした一つずつのね、プロセスについてはですね、まあ、仮説ではなくてですね、私の方で証拠を添えて証明しています。ですから、最初のね、二つの仮説についてはですね、これは、まあ、どのように証明していくかですけども、要するに外堀を、まあ、攻めながらですね、輪郭を浮かび上がらせるという、まあ、論理的な、ね、証明証拠ということになるわけですけどもね、はい。まあ、その論理的な証拠を証明をですね、補強する証拠はたくさん残ってますからね、それについてはきちんと私の方で証明しています。でともかくもですね、現在私たちは今そうした状況の中に置かれて、人間世界をですね、この地球上で謳歌しているということになるわけですよね。がしかし、そこで忘れていけないのは、だからといって外来種の神々がですね、人間の存在を許した、許容したということにはならないわけです。今度は仮説の逆説ということになりますけれども、もしそうであならばですね、私はあなたの近くにね、そばに隣人として神がいてもいいはずですけれどもね、いないということはですね、人間はまだそのレベルに達していない、つまり神の友として、仲間として、隣人としてふさわしくない、認められていないという存在であるということをですね、逆説的に証明するということになります。もし仲間であるならばですね、とっくの昔に私たちの隣人として、まあ、近くにいるということになりますからね、つまり近くにいないということはですね、まあ、いわゆるまだ認められていないということになるわけです。で、その今その2000年が今こう経て、今西、まあ、西暦ね、2023年の6月29日になっているわけですけども、じゃあこの瞬間、この時点においてですね、私たちはどういう存在であるかということをですね、今一度考え直してみる必要があるということですね。まあ、結論の先に言えばですね、要するに、まあ、救世主カイン、メシアカインをですね、今ここで失望させたら、まあ、まさに人間 の未来はないということですね。そういう意味においてはですね、カイン・キリストはさまざまな形で証拠を残してですね、あるいは人間を指導しようとして、まあ、いろんな痕跡を残して、そしてその都度、まあ、なんて言いますか、まあ、絵画にしろ彫刻にしろですね、文学にしろ芸術にしろ、あらゆる方法でですね、人間に、まあ、その
カイン・キリストの思いというものをですね、まあ、いろんな作品を通してメッセージとして残したということになります。その第一の、代表格が、あのルネサンスの時代に現れたカイン・キリストということになるわけですね。カイン・キリストはですね、まあ、操り人形、ハンダ、受け渡しになどを使ってですね、自分の思いというものをですね、まあ、絵画、彫刻など私たちにメッセージとして残したということになりますが、しかしですね、今から500年前の人間にしてみればですね、まあ、その理解できなかったんでしょうね。できるのはここまでということになります。ここまでとまでいろいろあるんですけどもね、まあ、今日ね皆さんにお伝えできるのはここまでということになります。では今日のビデオでありここで終わります。では失礼します。バイ。で、最初の第1回目のパルス信号についてなんですけども、240回であったということですよね。で、その240をどう処理するかということなんですけども、私は流れからして240日後と解釈しました。が、その起点が問題ということになります。起点、つまり、初日を加えるか加えないかということなんですよね。で、初日を加える計算方法を当日起算と言います。一方、当日を含めない翌日からの起算をですね、翌日起算と言います。現在、日本の民法、あるいは世界の民法ですよね、においては、商法においては、翌日起算が使われています。つまり、当日は含めないということなんですね。ですから、当日を含めて240日なのか、あるいは翌日から240日なのかということになるわけです。で、エイリアン的思考で考えるならばですね、私は当日起算ではないかと考えています。まあ、その両方で計算してみることにしました。で、6月29日のビデオダイリーにそのパルス信号が含まれていましたから、6月29日を2023年のねを起点にするわけですけども、まあ一般的な翌日起算にで計算すればですね、2024年の2月24日土曜日ということになります。がエイリアン、つまり神々はですね、つまり季節とか月とか、まあ曜日というのは関係ないわけですね。今も言いましたように宇宙を自由に飛び交ってますから、まあ地球時間の1年をですね、365.25万何点点で、まあ、計算するわけです。なわけですね、暦は一つということになりますとですね、1月1日を起点としていると。で、1月1日を起点として、第240日目ということになるわけですよね。で、第240日というのはですね、1月1日をですね、当日起算で計算するとですね、8月28日の月曜日となるわけです。左下がその数字ということになります。で、翌日起算であるならば、1日増えますから、8月29日、火曜日ということになります。やはり、エイリアンたち、神々はですね、地球人が決めた1月1日を、つまり1年の始めとしているかというと、それはありえないわけですよね。一般的には神々の世界では、冬至の日を1月1日としています。で、2022年はですね、当時はですね、12月22日でした。左下の数字を見てください。で、その12月22日を起点としてですね、当日起算に従ってですね、240日を計算すると、8月18日という日にちが出てきます。つまり、
6月29日を起点とするか、人間の定める1月1日を起点とするか、神々が定めているであろう冬至の日をですね、起点とするかということになります。さらになおかつその起点にしてもですね、当日を含めるか、あるいは当日を含めないで翌日から計算するかによっても日にちが違ってくるということになります。このあたりはですね、まあ、これから先神々の思考回路というものをですね、逆に謎を解く、あるいはその解明、それを解明することによってですね、どの日が最も神々の世界においては合理的であるかということを判断しなければなりません。まあ、これからもですね、しばらく謎解きが続くということですけども、私はひょっとしたら、まあ今ね、地球に来ているわけですから、1月1日を起点とした冬至月算による240日であると。まあ、そのように考えるのが今のところ一番妥当ではないかと思います。つまり、下から2段目ですよね。1月1日、当日、1月1日も含めて240日、第240日ということになるわけです。つまり神々が、エイリアンが指定した日はですね、2023年の8月28日、月曜日ではないかということになります。続いて339という数字ですけれども、日時と考えれば、私はこれは時刻を表しているのではないかと考えました。で、339分というのは 60×5+39 ですから、5時間と39分ということになるわけですよね。で、まあ、神々はですね、地球時間を86400秒にしているわけです。で、UTC、すなわち世界標準時刻、以前はですね、グリニッジ標準時刻と言ってましたけども、それで見ると、午前5時39分、いわゆる世界標準時ということになるわけですよね。で、その時、日本の標準時刻 JST によればですね、14時39分、すなわち午後2時39分という時刻が出てきます。が逆にですね、まあ、神々、エイリアンがですね、日本の標準時に合わせて339分を出したということは、どうかなということになるわけですよね。宇宙を自由にヒュンヒュンと飛び交っているエイリアン、神がですね、ここの地域では何時だ、ここの地域では何時だ、なんてね、瞬時に計算しながら、まあ、宇宙を飛んでいるかということは、飛んでいるかということになればですね、それはありえないのではないかということですね。つまり、地球時間は一つでしかないということです。となると、午前5時39分というのは、世界標準時刻によるものであり、その時、日本の時刻はですね、午後2時39分、14時39分ということになるのではないかということになります。何かあるのかないのか、良いことがあるのか、それとも悪いことがあるのか、今の私には判断しかねますけども、パルス信号をですね、解読すると、そのような事実も浮かんでくるということではないでしょうか。で、それを、まあ、それをと言いますかね、それがエイリアン、あるいは神々のメッセージであるという証拠はですね、最後の6パルスにあるのではないかと考えています。もう一つその最後の6パルスの部分をですね、お聞きください。ということになります。ここまでとまでいろいろあるんですけどもね、まあ、今日ね、皆さんにお伝えできるのはここまでということになります。では今日のビデオでありここで終わります。では失礼します。バイ。私はですね、この最後の6パルス、6個のパルス音を聞いたときにですね、これらのパルス音はですね、
つまり電子的なバグ、故障、あるいは何かのね、電子的な影響を受けてですね、このような信号を出したのではなくて、意図的に上の方がですね、私のビデオダイジェストの中に埋め込んだということを確認しました。確信しました。というのはですね、この私がですね、最後にですね、Bye for now と言った後のことなんですけども、画面の編集上においてですね、その Bye といった瞬間に一度カットしてですね、それ以降ですね、私はミュートにするようにしています。というのはですね、現在ダイナミックマイクを使っているものですから、しばらく無音状態が続くとですね、ほんの瞬間ですけども、周囲の音に敏感になってですね、いわゆるホワイトノイズ的な音をザーッと拾ってしまうんですよね。まあ、そういうこともありますから、Bye for now と言って私の声が消えた瞬間ですね、カットして、その後をミュートしているわけです。全く無音状態にしているわけです。その全く無音状態の中にですね、6個の信号、その部分にだけその6個のパルス音が入ったということはですね、明らかに意図的にですね、何かの意思を持った人がですね、まあそのようにしようとする意図を持った人がですね、そのように、つまりはパルス音を入れないことにはですね、そのような現象は起きないということです。つまり、まあ、自然界のですね、何かの音を拾ったとか、あるいは電磁的なね、何かの、まあ、エラーを、まあ、その中に拾い込んだとか、そういうことではなくてですね、その、いわゆるミュート状態の無音状態になった時に、その音が入り込んでいる。しかもその間にぴったりと当てはまるように入っているわけですよね。つまり、意図的な、まあ、いわゆるパルス信号であったっていうふうに判断し、それゆえにですね、今、ずっとお聞きいただきましたパルス信号はですね、今までの流れからしてもですね、上の方からですね、私に当てられた、つまりはメッセージであると判断しました。ただ、日にちと、その日時ですね、についての内容についてはですね、もう少しいろんな角度から検討してですね、一体神々はどんなカレンダーを使って、どのようにまあ、地球統一時間、あれもっと言えばですね、水星、金星、地球のですね、火星も含めてですけども、統一時間を使っているかということをですね、考え合わせてですね、まあそうした動画も今まで作ってきましたので、今日のシリーズの中で皆さんにご覧いただけるようになってますけども、そうしたこともですね、同時に勘案、考慮しながらですね、この謎を解いていく必要があると思います。まあ、8月、ですからね、来月ですからね、急いでその謎解きをしてみたいと思っています。では、この動画はここで失礼しますが、続く動画はですね、昨日制作した動画です。どうかご覧になってください。Bye for now. ということになります。ここまでとまでいろいろあるんですけどもね、まあ、今日ね、皆さんにお伝えできるのはここまでということになります。では、今日のビデオであり、ここで終わります。では、失礼します。Bye!爬虫類系の神ということになりますけれども、ここで一つ誤解してはいけないことはですね、何も地球のね、この地球に住む爬虫類、あるいは蛇がですね、進化してそういう神になったということではないわけです。たまたま先方のですね、まあ、属とかの。It was June 29th, 2023, just yesterday, a strange parasing sound.Entered my video log or my video diary dated on that day on two separate occasions. The first time is about 2 minutes after the video log started, and the second time is about 7 minutes after the video log started. The first time, the sound is mixed in 200 times. Let this be this pulsing sound, sound A. The second time, the sound was mixed in 300 times. Let this be this pulsing sound, sound B.
まあ、竜族、蛇族、サーペント族というふうに呼ぶようになったということで、2023年6月29日昨日のことでした。私のビデオ日誌の中に奇妙なパルス信号音が2回に分けて入り込んでいました。1回目はビデオ日誌が始まって2分前後、2回目はビデオ日誌が始まって7分前後のことです。1回目は200回その音が混入してきました。これをパルス音A とします。2回目は300回前後その音が混入してきました。これをパルス音 B とします。広志林ハママシティジャパンジョン・ザ・サーティース2023。外来種の神と、まあ、人間種の神がいるということですね。それをまず、まあ、私たちは知るべきではないかということになりますね。まあ、知るべきという言い方はちょっと失礼かもしれませんけれどもね、まず伝説として置いていただきたいということですね。で、その外来種の神がですね、まあ、その自分たちの First of all, ladies and gentlemen, please have a listen and compare the pulse sound A and pulse sound B.At the same time as this video diary, I published 16 videos, but none of the other videos contained this pulse signal-like sound. 最初にそのパルス音 A とパルス音 B を聞き比べてみてください。なお、このビデオ日誌と同時に16本の動画を私は発行しましたが、それら他の動画にはこのパルス信号音は入っていませんでした。その原点の頂点に立っているのが、まあ、知っていたわけです。これは大前提の2番目ですよね。そして、まあ、それから、まあ、大前提とは考えませんけれども、まあ、要するにそういう大前提のもとでですね、現在の私たちは人間が存在するんですけれども、しかしそれとて、まあ、つまりですね、外来種の神々はですね、だからといって人間をですね、この地球上にをですね、人間、その当時の人間の頭の中に組み込んだということですね。つまり、まあ、その時点で人間はですね、現在人間が言うところのですね、実験室で生まれたスーパーラット、あるいはスーパーマンキーでもいいわけですけどもね、的な存在になったということです。はい、ということで人間の原種が生まれたわけです。その原点の頂点に立っているのが、まあ、知っていたわけです。これは大前提の2番目ですよね。そして、まあ、それからまあ大前提とは考えませんけれども、まあ、要するにそういう大前提のもとでですね、現在の私たちは人間が存在するんですけれども、しかしそれとて、まあ、つまりですね、外来種の神々はですね、だからといって人間をですね、この地球上に。Then I, Hiroshi Hayashi, examined the pulsing sound furthermore, and I found these following facts. The original video SD card captured no pulse sound or something like that. Two, after editing the video diary, the signal sound was included.In the file. Three, and the sound was included in the YouTube video dated June 29th, 2023. In other words, I, Hiroshi Hayashi, judged the pulse signal sound was mixed into the file after it was edited on the computer and before.It was filed. そこでさらに検証をしてみました。そこでさらに次のようなことが分かりました。 1. ビデオカメラの撮影した画像には、オリジナルの画像にはそのパルス信号音は入っていませんでした。2. ビデオ日誌を編集した後、ファイル化したそのファイルにはその信号音は入っていました。3. YouTube 動画にはその音が入っていました。つまりそのパルス信号音はパソコンで画像を編集した後、ファイル化する前に画像の中に
混入したということになります。サーペント族というふうに呼ぶようになったということになるわけです。ですから決して蛇が進化して、つまりはその現在その、まあ、頂点に立っているのは大日如来ですけどもね、まあ、その方だということです。外来種の神だということです。でじゃあ人間種の神というのは誰かとなりますと、まあ、神によって最初に作られた、いわゆるまあモディファイされた、まあ、遺伝子操作あるいはですね組み換え、まあ、自分たちの姿に似た、まあ、その生命体を見つけてですね、あるいは逆に人間がそういうその神を見てですね、まあ、その地球に住むその生命体にの中にですね似たような、まあ、その生命体ですよねを見つけて、あ、爬虫類そっくりだ、トカゲそっくりだとかね、まあ、そういう形でその外来種の神をですね、例えばレプタリアン系であるとかね、まあ、それはデビッド・アイクがそのような名前を付けたわけですけど、Then, what is that number 200 times or the number of the past singers which came into my video diary?I don't know what this number means or indicates, but the first thing that came to my mind was about 200 days later. Again, 200 days later. Other than that, I can't think of any other possibilities at this moment. In other words,Counting from June the 29th, 2023, just yesterday, Thursday, it will be, I just suppose, that it will be indicate 200 days later. So, when I calculated it, I found that 200 days later will be February 2024.And the next 300 times will be 3 o'clock or some minutes if you think about it simply. This is just my imaginative interpretation. In other words, I think that the past sound this time indicates February 2024, 3p.m. on that day, at that time, something might happen, I just reckon. Again, this is just my imaginative interpretation or imaginary speculation. で、1回目は200回です。その200という数字が何を意味するかについては私には分かりませんが、最初に思いついたのは200日後ということになります。今のところそれ以外には私には思い当たる節可能性がありません。つまり2023年の6月29日木曜日、昨日から数えて200日後ということになります。で、計算してみるとその200日後は2024年の2月何々曜日ということになりますが、本当にその日に何かあるのでしょうか。そして次の300回前後のパルス信号音は単純に考えれば時刻を示しているということになるのではないのかなというふうに考えています。これはあくまでも私の空想による解釈ということになります。つまり今回のパルス音は2024年2月午後3時分を示しているのではないかということになるのではないかと想像しています。その日その時何かが起こるのではないかということになるのかなとです。繰り返しますが、これはあくまでも私の空想による解釈ということになります。その時点で言いますと、私はですね、その方はカインであると証明しました。それについては今日は触れませんけども、大前提としてですね、2種類の神がいるということです。
つまり外来種の神、そして人間種の最高神の神ということになります。で、外来種の神というのはですね、まあ、例えばいろんな言い方しますよね。レプタリアンだとかね、竜族だとか、まあ、世界史人はラム族という言葉も使ってますけども、まあ、そういうそのいろんな呼び方がありますけども、例えばレプタリアン、爬虫類系の神ということになりますけども、ここで一つ誤解してはいけないことはですね、何も地球のね、この地球に住む爬虫類あるいは蛇がですね、進化してそういう神になったということではないわけです。たまたま先方のですね、まあ、どこかの惑星、まあ、地下奥深くということになるわけですけども、そのあたりで進化した神っていうのはいるわけですよね。で、その神が、まあ、その宇宙へ飛び出して、で、現在は地球にもやってきている。そして地球でですね、まあ、自分たちの姿に似た、まあ、その生命体を見つけてですね、あるいは逆に人間がそういうその神を見てですね、まあ、その地球に住むその生命体にの中にですね、似たような、まあ、その生命In John's Apocalypse, thunderstorms are written repeatedly everywhere. The appearance of God and thunder or sound of intense storms are deeply connected each time. Many also have seen and heard flashes of lightning and sounds and peals of thunderduring their encounters with God. ヨハネの黙示録の中には随所に雷鳴と嵐について書かれています。神の出現と雷鳴、もしくは激しい嵐はその都度深くつながっています。また多くの人たちが神との遭遇時に激しい雷鳴と嵐の音を耳にしています。広志林、浜松 City, Japan。 ということになるわけです。この地球の人間が確かにないかもしれない。ニハーと言っているのにね、これは支配を一つにしまうというのにね、ここに来いという嵐の声ということになるわけです。この地球の人間が確かにないかもしれない。ニハーと言っているのにね、これは支配を一つにしまうというのにね、雷鳴と稲妻の閃光ということになるわけです。この地球の人間が確かにないかもしれない。犬は絶対いませんね。これは支配を一つにしまうというのにね、7つの雷鳴音ということになるわけです。この地球の人間が確かにないかもしれない。犬は絶対いませんね。これは支配を一つにしまうというのにね、雷鳴の閃光と音ということになるわけです。この地球の人間が確かにないかもしれない。犬は絶対いませんね。これは支配を一つにしまうというのにね、雷鳴の大音響ということになるわけです。この地球の人間が確かにないかもしれない。犬は絶対いませんね。これは支配を一つにしまうというのにね、雷鳴の激しい音。他にも黙示録第4章の5には雷鳴と嵐の音、 Flashes of lightning and sound and peals of thunder とあります。広志林、浜松 City, Japan。冒涜ということになるわけです。この地球の人間が確かにないかもしれない。
犬は絶対のためにね、これはに支配一つの島を取るのにね。 It was November the 30th 2019 when I published a video diary. Strange noises of thunder and heavy rain were mixed in the video. It's a heavy thunder that I can't really understand. Why did such thunder sound mix? There's no consideration why anyhow at all. That thunder sound is exactly a mysterious sound. 2019年11月30日のことです。私は毎日ビデオ日誌を発行していますが、そのビデオ日誌の中に奇妙な雷鳴音と激しい雨の音が混ざり込んでいました。私には全く身に覚えのない雷鳴音です。なぜそんな雷鳴音が混ざり込んだのか全く見当がつきません。まさにその雷鳴音は謎の音ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。今は絶対なぜにね、これはに支配一つの島を取るのに、支配するのに、二つの大きな座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地球の神話は確かにないです。犬は絶対なぜにね、これはに支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの大きな座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地球の神話は確かにないです。犬は絶対なぜにね、これはに支配一つの島を取るのに、支配するのに、二つの大きな座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界混入しました。まず皆さんにその雷鳴音をお聞きいただきます。3回繰り返しますので注意深くお聞きください。冒涜ということになるわけです。この地球の神話は確かにないです。犬は絶対ませんね、これはに支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに二つの大きな座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地球の神話は確かにないです。今は絶対ないのにね、これはに支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに二つの大きな座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地球の神話は確かにないです。犬は絶対なぜにね、これはに支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに二つの大きな座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうしてが似て非なりと言いますか、どうもおかしいですね。ですから実際の雷鳴音と比較していただきます。
今度は相互を交互に聞き比べてみてください。どうもおかしいですね。なるわけです。この地区の人は私は見えないというのは絶対いませんね。これはね、支配。なるわけです。この地区の人は私は見えないというのは絶対いませんね。これはね、支配。これはね、支配。自然世界における雷鳴と比較してみるとですね、私の動画の中に入り込んだ雷鳴音はですね、自然っぽさがないですね。風音あるいは雨の音、その雨の音もですね、単一的で遠近感がありません。それに、まあ、あるべき雑音といいますかね、周囲の騒音のようなものもありません。響きもなければ、まあ、こだまもないということですね。つまり私の動画の中に入り込んだこの奇妙な、つまりは雷鳴と決めていいかどうかは分かりませんけれども、その雷鳴音はですね、合成音ではないかと考えています。つまり合成して作られた雷鳴音ではないかと考えています。その後に続く雨の音もですね、大変クリアです。このクリアなところがおかしいわけです。というのは、雨というのは連続的に遠近につながってますから、遠くの音、近くの音同時に入るわけですよね。ですから全体として聞くとですね、ぼやっとした音になるんですけども、それがクリアすぎるということです。このクリアすぎるという点が気になります。つまりデジタル音って言いますかね、デジタルで合成された雷鳴音であり雨の音ではないかということです。まあ、あくまでも今の段階では推察ということになりますが、皆さんの判断はいかがでしょうか。もう一度その音を最後に聞いていただきますが、その前にこの音がどこで入り込んだかということですけども、今ご覧いただいているのはですね、私がですね YouTube にアップロードする前のファイルとして保管されていた動画です。その中にすでにその音は入っていたということですね。つまり YouTube にアップロードした後に入り込んだ音ではなくて、アップロードする前までに入った音だということです。これをどのように解釈したらよいかということになります。ではもう一度その音をお聞きください。まあ、音にもね、支配するのに悪い勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地球の神話が確かにないかというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに二つの、まあ、悪い勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地区の神話は私は考えられないというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに二つの、まあ、いわゆる勢力が同居するということはありえない。
発表しましたビデオダイアリーの中にですね、雨の音が混ざり込んでいるというのですね、その指摘を視聴者の方よりいただきました。で、その部分をこれからお聞きいただきますが、特に音の激しい部分をですね、3回繰り返して皆さんに聞いていただきます。全く身に覚えのない音です。どうかお聞きください。その冒涜ということになるわけです。この地区は海側と言いますね、これは支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、2つの勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話あならびに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地域は確かにない今は絶対なくてね、これは、ね、支配一つの島を取るのにね、支配するのに、二つの勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話あならびに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地域は確かにない今は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話あならびに、エジプト神話と、まあ、今お聞きいただきましたように、確かに雨の音なんですね。最初に雷鳴、そしてその後、イヤホンで聞いてみたんですけども、雨の音なんですよね。で、先ほども言いましたように、全く私には記憶もないし身に覚えもありません。昨日そのビデオダイリーを作ったのはですね、午後4時少し前だったかな、3時頃だったと思います。で、それからね、近くのショッピングセンターに行こうということで、その前にじゃあビデオダイリーを発行しておくということで、まあ、ある意味で慌てて作ったという記憶はあります。で、先ほどですね、視聴者の方からそういう指摘を受けまして、雨の音ということでね、まあ、雨の音には敏感になってますから、まあ、一度聞いてみようということになったわけですけども、昨日のビデオダイリーのですね、9分あたりからずっと雨の音が聞こえているそうです。今のところまだ9分から先ほどの音のところまでは詳しくは確かめていませんけども、先ほどの音の部分はですね、11分過ぎですよね。で、その部分から先ほどお聞きいただきましたような雨の音が聞こえてきたということになります。一体この雨の音はどこから来たかということなんですよね。普通ビデオダイリーを作るときにはですね、背景に既存といいますか、すでに作った動画のをですね、そこに当て入れてもおかしいですね、つまりそこに入れてですね、そしてミュートと言いまして、音を完璧に消しておくわけです。まあ、そうしないとね、音が混ざると言いますか、二重になりますからね。それは間違いなく私やっています。そしてそれを見ながらと言いますか、まあ、見ていないんですけども、要するにその画面をが流れていくのをですね、まあ、ちらちらと見ながら、その私のビデオダイルを入れるという、まあ、声でね、音声で入れるというのが私のやり方です。で、もしその時にですね、雨の音、あるいはその雷鳴が聞こえていればですね、私の耳に当然聞こえているわけですよね。で、いつものようにマイクに向かって話す、そしてそれをレンダリングかけて皆さんに送った、それだけのことなんですね。で、よく聞いてみるとですね、雨の音以外は聞こえませんね。まあ、皆さん自身って言いますか、お聞きいただければいいんですけど、もう一度ね、そのこの後に昨日 あのビデオダイアリーを、この後にということは、今日話しているそのビデオダイアリーの後にね、後に昨日のビデオダイアリー
の最初の部分から9分ぐらいからだね、そうしましょうか、9分ぐらいから12分ぐらいまでの間を皆さんにお聞きいただきます。でその中に、まあ、視聴者の方がご指摘なさってくださっていることはですね、雨の音が入っているということなんですよ。で私それ大変気になっているのはですね、私があの2016年の9月26日そして10月28日に聞いた雨の音とですね、詩的によく似ているということです。ただ9月も10月もですね、あの雷鳴は聞こえませんでした。9月はザーッと音です。そして10月はザザ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 というふうにランダムにこう乱れた雨の音でした。それからもう一つ気になっていることはですね、12月8日の夜ですね、まあ、私その時に2人の、中学生高校生に英語を教えていたものですから、その生徒を待っている時にイヤホンでその自分の YouTube を聞いていたんですよ。そうしましたら突然、まあ、先ほど聞きいただいたような雨の音がですね、イヤホンを通してザザザーって聞こえてきたんですね、大きな音で。それでうわーって、私は後で聞いたらワイフが言うにはうわーって声を上げてたそうですけども、うわーって声を上げてイヤホンを払った。そして雨って叫んだみたいですね。でワイフはその声に驚いて、まあ、ガラスを開ければすぐ庭ですから、ガラスを開けてすぐ庭へ出て空を見たって言うんですよね。その時にもう 満点って言いますか、星が見えたって言うんですよね。私もそれと同じ、ワイフと同じようにやはりガラスを開けて外を見てたと思いますね。雨は降ってませんでした。でそういうことが12月8日に実は起きていたわけです。それはあまり人には話してないと言いますか、まあ、イヤホンに、ね、何かの音が混入したんじゃないのかなということで、まあ、その時はまだね、その、まああのまあ、はっきり言えば上の人のね、あの、まあまあ、仕業と言いますか、そういう言い方したら失礼なんですけども、というふうには捉えていませんでしたからね、まあ、少し経ってからそのように考えるようになったということはありますけども、当時今思い出してみてそんなことは考えませんでしたね。とにかくザーって突然イヤホンから音が飛び込んできたためにですね、私はそのイヤホンを手で払い抜けたのは覚えてます。あのウリスマンね、払い抜けたんですよ、パーンとね。そういうことなんですよ。まあ、それはそれなんですけども、そういう事件が実は2016年の12月8日に起きて、16日に今度は金原、といいのかな、金原君、H 君っていうのが子供が来ていましてね、うちの教室、その子は高校生だったんですけども、その高校生の H 君を教えているときにですね、その H 君が突然雨ってクソーって言ったんですね。クソーって言ったんですね。それでどうしたんだって聞いたら、クソ雨を降ってきやがったって言ったんですよね。まああとなぜそんなことを言ったかというと、まあ金原君が言うにはですね、つまりその傘を持ってこなかったから、帰りね、濡れて帰らなければならないという意味でクソと言ったというのことを言いました。まあ、それはそれなんですけども、そういうその豪雨事件というのが、まあ、すごい音だったみたいですね。鉄板にこうパチンコ玉を当てるようなバリバリバリっていう音だったというふうに、まあ、その K 君はですね表現しています。それはあの証言集として、あの私 の, そのホームページの方に収録してありますから、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。で話を戻しますと、その12月8日にそういう事件が一回起きてるんですよね。でそれでまあ今日その視聴者の方からそういう指摘を受けて、まあ、どんな雨の音かな、何かの雑音だろうと、というくらいの気持ちで、その何て言いますかね、気があると言いますか、それほど深く考えないで聞いてみたんですけども、雨の音が入ってますね。しかも雷鳴まで入ってる。であの音はどこから来たかですけども、特にその、まあ、YouTube のアップロードしているときに、そのああいう音がですね、私の今のこの瞬間もそうですけども、今その背景の画像についての音声はミュートにしてあります。ですから全くゼロなんですよね。まあデジタル音声ですからゼロなんですね。ですから全く聞こえないはずです。でそれと合わせて今このような形で私が皆さんに声で話しているわけです。普通のマイクですよね。ですからそれはもうずっと同じマイクを使ってます。あのビデオダイアリーはね、時々あのボイスレコーダーに入れて、そのボイスレコーダーのマイクで入れた声をビデオダイアリーに流すときありますけども、基本的には今と同じような形でこのマイクを使って、まあ、話しているわけです。ですから雨の音が入るという隙間がないんですよね。で皆さんに、まあ、もう一度3度聞いていただいて、まあ、どのようにね、あの考えられるかですけども、まあ、ちょっと不可解な事件なんですよね。
ちょっと、いやいや、大変不可解な事件ですよね。先ほどその音をですね、ワイフにイヤホンで聞かせてみたんですけども、ワイフも黙ってしまいましたね。というような事件、まあ、事件と言っていいのかどうかわかりませんけども、どうしてこんな音が入ったのか、どこから入ったのか、ということなんですね。しかも、まあ、もし、どなたかのその YouTube が、それありえませんよね。まあ、アップロードするときに音が入ったということになるわけですけども、そしたらなんで雨の音なのかということになるわけですよね。雨の音でなくても、例えば自動車の音でもいいし、YouTube のね、動画の一部が、例えば音声が入ってたらのようなものが入り込んでもいいわけですから、音といっても、まあ、無数って言いますか、無限大とは言いませんけども、無数分の1ぐらいの確率でしかないわけですよね。しかも雨の音というのは。一体何かということですけども、実はヒヤッとしましたね。音を聞いたときにヒヤッとしました。ということで今日のビデオでありこれで、まあ、一応終わっておきます。一応報告だけということにしておきますけども、もう一度この後にね、3度聞いていただいて、そして昨日のビデオダイアリーをですね、9分前後からつなげておきますから、皆さんご自身の耳でですね、まあ、9分ぐらいから雨の音が入っているということですから、その音を聞いていただいて、今日のビデオダイアリーはこれで終わりたいと思います。まあ、少しお騒がせな動画かもしれませんけども、まあ、こんな言い方、ありきたりな言い方ですけども、私は一切、そういう、そのなってますか、小細工と言いますかね、そういう、その、インチキはしていません。本当に私は知りませんでした。本当に身に覚えのない、まあ、音ということになります。では、今日はこれで失礼します。バイ。冒涜ということになるわけです。この地区は確かにない。今は絶対いませんね。これは、ね、支配、一つの島を取るのに、ね、支配するのに、2つの今は勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話、あならびに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地区の神話は確かにない。今は絶対いませんね。これは、ね、支配、一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの今は勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話、あならびに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです。この地区の神話は確かにない。今は絶対いませんね。これは、ね、支配、一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの今座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話、あならびに、エジプト神話と、まあ、エンキブルを殺したと、まあ、それを表現したのがミトラ像ということになるわけです。で、あのミトラ像というのはですね、つまりは王子にまたがって王子を殺しているのではなくて、その王子から短剣を抜いて王子の命を助けようとしているところなんですよね。その証拠にあのミトラ像の腕を見てください。全然力が入ってませんね。王子に短剣を突き刺すわけですから、かなりの力が必要だったと思いますよ。牛の皮っていうのは熱いですからね。しかしミトラは、まあ、軽くなってますかね、どこか悲しげに空を見上げながら短剣を手に握っている、すなわちミトラは王子から短剣を抜いているという姿勢へとつながっていくわけです。つまりミトラは、王子、つまり延期を助けたということになるわけですよね。はい、それはそうでしょうね。やっぱりね、お母さんが一応ニンフルサングですからね。まあ、そういう話もいろいろ考えてきますと、まあ、これはちょうど今ご覧いただいている動画はそういう動画であるということです。で、今まあ、ちょうどたまたまね、今ご覧いただいているのはネルガル、左上がネルガルの像です。上の方からサソリ、ヘビ、犬が表現されています。そして中央がですね、これがミトラ像です。その下にはサソリ、ヘビ、犬が表現されています。左下がギリシャ彫刻ですね。まあ、そういう形でつながっていくわけです。
で右の方にはその家系図も一応紹介してあります。まあ、この家系図はですね、まあ、いろんなその説がありまして、順につなげていったのは、これは私の作った家系図ではありません。順につなげていくとですね、まあ順まあ、一つのまあ家系図ができるわけですけどもね、まあそのまあ、この家系図においてもネルガルはエインディルの息子ということになるわけです。で話はずっとそれますけども、こうしたまあおじと父親、そしてミトラの関係を示したのが、つまりはエジプト神話ということになっていくわけですね。オシリスとね、まあ、いろいろあるわけですけども、で息子がそのホルスと、まあ、そういうことになっていくわけですけども、そして最後はね、ホルスがおじをまあ死に追いやって敵を取るという、まあ、あのギリシャ神話、ごめん、エジプト神話とつながっていきます。そしてそれがですね、まあ、ウォルト・ディズニー、その前の、まあ、手塚治虫の話でとつながっていくわけですけども、いわゆるライオンキングですね、ごめんなさい、につながっていくということにもなるわけです。なわち神々の神話というのは全世界的なものだということです。となると日本の神話もその一部であるということになってくるわけですね。日本だけの神様がいるはずもないんです。日本だけに神様がいるということはですね、その神様に対する冒涜なんですよ。皆さん、こんなちっぽけの島にね、神様がいて、そのちっぽけの島だけの神様だなんてね、まあ、私たちは決めつけていますけども、まあね、まあそれはその神に対する冒涜ということになるわけです。このちっぽけの神は確かに国は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのにね、支配するのに2つの、まあ、勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話、あの並びに、エジプト神話と、まあ、照らし合わせてね、照合しながらその検証していくとつながりが出てくるという、まあまあ、これは仮説の仮説ということになりますけども、要するにそういう方向性でいけば間違いないということですね。この前の勉強会でもね、どなたかが日本の神話をね、調べてるんですということをおっしゃったもんですから、私はシュメールの神話と対照させていくと謎が解けますよというアドバイスをさせていただきました。私もね、時間があればその辺をやってみたいなと思うんですけども、今のところ時間がないもんですからね、もうとにかく毎日忙しくてですね、今朝も4時半に起きて、まあ、ベッドの中で8時頃まで構成したり原稿を書いたりして、それから飛び起きてね、運動して、それから動画をアップロードして編集したりしていく、まあ、その間にまたね、構成したり、まあ、いろいろありましてね、もうバタ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 毎日が過ぎていきます。まあ、それはある意味でね、私にとっては大変ありがたいことです。と言ってもですね、家庭サービスはしなければいけませんので、まあ、今夜、まあ、これはね、今日の今時刻は午後ちょうど3時になるところですけども、で検証ということになりますが、ついでながらといいますか、念のためにですね、ファイルの中に残っている昨日のビデオダイアリーのファイルをですね、もう一度聞いていただきます。これはアップロードする前のファイルです。しかしそのファイルの中にすでに雨の音が入っていました。ということはですね、雨の音はつまり制作中に入ったということになります。アップロードをするときに入った音ではないということですね。その部分をどうかお聞きください。次にその部分だけをですね、切り出して皆さんにご覧いただきます。では皆さん、こんなちっぽけの島にね、神様がいて、そのちっぽけの島だけの神様だなんてね、まあ、私たちは決めつけていますけども、まあね、まあそれはその神に対する冒涜ということになるわけです。このちっぽけの島は確かにね、今は絶対いませんね。これはね、支配一つの島を取るのにね、支配するのに二つの、まあ、勢力が同居するということはありえないわけですよね。要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話、あの並に、エジプト神話と、まあ、照らし合わせてね、照合しながらその検証していくとつながりが出てくるという、まあまあ、これは仮説の仮説。先の2019年11月30日の事件からですね、ちょうど2年5ヶ月後の昨日、2022年6月18日にも類似の事件が起きました。やはりビデオダイアリーに私が詩を
朗読している時のことなんですけども、その時奇妙な雨の音が入り込んできました。全く私にはですね、身に覚えのない音です。で、いろいろ調べてみたんですけどもね、その直後にワイフと2人で検証してみたんですけども、蛍光灯をつけたり消したりしてみてですね、つまりその騒音って言いますか、混入音に何か影響があるとあるのではないかと調べてみたんですけども、蛍光灯は関係ありませんでした。それからクーラーはつけていませんでした。扇風機もつけていませんでした。というような状況の中でですね、これからお聞きいただくような音が混ざり込んでいました。先の事件と関係があるのかどうかについては私には分かりませんし、また関係があるともないとも断定できないでいます。で、それをしばらく最後にお聞きいただきます。進むべき未来の方向を見せてくれた。人間はどこへ行くのか、その未来の方向を見せてくれた。広し林、ハナナシティ、ジャパン。数万年先の未来の話かもしれない。数十万年先の未来の話かもしれない。が、私はその奇跡の中に、その未来を見た。その日、その午後、私の部屋の中を100機以上もの小型の UFO が飛び回った。私はそれを奇跡と呼んだ。まさに六畳間の奇跡、ありえない奇跡が、その奇跡は私たち人間に、人間が進むべき未来の方向を見せてくれた。人間はどこへ行くのか、その未来の方向を見せてくれた。それが現実であれ、非現実であれ、それは物体として動画に撮影された。そしてその物体を私たち人間が見るところとなった。もちろんそれが何であるか私にはわからない。それらは神々の乗り物なのか、それとも神々の偵察機なのか、あるいは神々自身なのか、何であるにせよ一つだけはっきりしている。その物体は人間の英知をはるかに超えた物体であるということ。例えば猿ヶ島の猿たちがスマートフォンを手にしたようなものなのだろうか、それとも空を飛ぶ鳥たちがジェット旅客機を遠くに見たようなものなのだろうか、あるいはカゴの中の小鳥が宇宙の写真を見たようなものなのだろうか。人間の歴史はたかだか数万年、技術的進歩にしてもたかだか数千年、あるいはこの数百年かもしれない。私の部屋の中を飛び回った物体が何であれ、その物体は私たち人間の英知をはるかに超えている。空間を自由に移動し、あるものはパソコンのモニター画面から飛び出し、またあるものはパソコンのモニター画面やテーブルの板の中へと消えていく。
大きさ、それに形も自由に変えているように見える。その飛び方も私たちが持っている物理学の常識を超えている。つまりそれが何であるか、その判断をすること自体おこがましい。私たち人間が持っている知識そのものが乏しい。その範囲でそのものが何であるかを判断することはできない。できるはずもない。ああ、できることがあるとすれば、その物体に驚き感動し、その向こうに神々の世界を垣間見ることだけが、それは私たち人間にとっては希望ということになる。つまり人間の未来は人間の考えるような、つまり人間の届く範囲にあるということではない。人間の未来は人間の届かない遥か先の未来にあるということ。そしてその未来は数万年、数十万年先の未来へとつながっている。その未来がその先にある。そう、私たち人間は今やっと歩き始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと小さなカゴから抜け出た小鳥に過ぎない。何も知らない、何もわからない、つまりはそんな幼児。そう、私たち人間は今やっと階段を上り始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児が、そんな幼児でも外の世界は無限に広く無限に高いことだけはわかる。そして心の世界は無限に広く高い。それが希望、それが私たち人間の希望。進むべき道は限りなく遠い。進むべき世界は限りなく広い。そして心の世界は限りなく広い、そして高い。それを知るのが私たち人間の希望。その一方で、すでに私たちが進むべき道を知っている人たちがいる。数千年前、数万年前、あるいは数十万年前に同じ道を歩いた人たちがいる。そういう人たちが赤子を抱く母親のように私たち人間を見守っているのかもしれない。幼児を指導する教師のようにそこにいるのかもしれない。あるいは若い人を見つめる老人のようなものかもしれない。あるいはもっともっとかけ離れた人たちかもしれないが、悲しいかな、人間にはそれがわからない。傲慢で自己中心的、おごり高ぶっていて自分勝手、自分たちは完成された知的生命体と思い込んでいる。神々に勝るとも劣らない知識や技術を持っていると思い込んでいる。そして精神の完成度も神々と並んだと思い込んでいる。だから人間はバカ、本物のバカ。自分のバカさ加減がわからないから本物のバカ。どうしようもない
バカ。ああ、バカな人には利口な人がわからない。なぜなら自分がバカだから。ああ、愚かな人には賢い人がわからない。なぜなら自分が愚かだから。だから人間は繰り返し繰り返しバカのことを繰り返す。だから人間は繰り返し繰り返し愚かなことを繰り返す。が、それだけでは済まない。すでに人間は大量破壊兵器を手にしてしまった。その兵器が本当に使われてしまったら、この地球はどうなるのか。人間どころか、あらゆる生命体が影響を受ける。絶滅する。つまり、地球そのものが終わる。さあ、今がその時。今がそれを知るべき時。今がそのバカを止めるべき時。今がその愚かさから抜け出るべき時。それがわからなければ、今一度この動画を見てほしい。球体の物体が私の部屋の中を飛び回っている。これが現実、現実に起きていること。つまり私はその向こうに数万年、数十万年先の人間の未来を見た。これから先、人間が進むべき未来を見た。そしてその未来は限りなく広い、限りなく高い。そしてその心は限りなく深い。そういう人間の未来を見た。が、それは取りも直さず、私たち人間が持つ可能性ということになる。その可能性こそが、つまりは私たち人間が目指すべき未来ということになる。言うまでもなく、今神々は人間に対して門を開いたということになる。さあ、あなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさ、それは私たち人間一人一人の問題、私たち一人一人の選択の問題、私たち一人一人が自分で考えて行動すべき問題。そのためにも、まず私たち一人一人が謙虚になること。私たちはよくて猿ヶ島の猿、あるいはそれ以下かもしれない。頭を下げて教えを請うこと。私たち人間の知らないことは山のようにある。そしてそれらは深い海のように深く、この大宇宙のように広い。繰り返し、神々は私たち人間に門を開いた。さあ、あなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさ。今こそ人間の私たちは、それに、その神の言葉に応えるべき時ではないのか。皆さんへ、ここまで詩を朗読したとき、ここまでの部分の背景に奇妙な雑音が入っているのが分かりました。
で、この雑音はどこから来るのかということで蛍光灯を疑ってみました。で、これからその実験をしてみます。注意深くお聞きください。今現在蛍光灯は消しています。現在今蛍光灯は消しています。で、これから蛍光灯のスイッチを入れます。蛍光灯のスイッチを入れます。マイクはそのままにしておきます。5 4 3 2 1 0。ただいま蛍光灯のスイッチを入れました。ただいま蛍光灯のスイッチを入れました。音量はボリューム300で同じです。音量はボリューム300で同じです。ただいま蛍光灯はついています。ではこれから蛍光灯を消します。蛍光灯を消します。蛍光灯を消します。5 4 3 2 1 0。今蛍光灯を消しました。今蛍光灯を消しました。クーラーは使っていません。クーラーは使っていません。となるとこの音はどこから来たかということになりますが、一度ここで再生してもう一度調べ直してみます。まことにもって奇妙な雑音、ホワイトノイズとは言えないような音が入り込んだということになります。去る2019年11月30日ですに入り込んだあの豪雨事件の時に経験した音が、それから2年半余り経った現在、再びこのように私の動画の中に混ざり込んできました。お聞きづらいという点は承知の上ですけども、この動画はこのままにしておきます。では今日はこれで失礼します。バイ。